いますよ、暑くってもう食欲なくなっちゃうとか。This one, yeah, that's a bigger bonus. DC, this my one. こんなところ最後さ、逃れてきたさ、じっと目見ながら日本に帰りたいと思ってたぞ。でそこで雨風しのぎながら海辺でどうしても誰か救出でも来てくれるのはいないかって待ってた。だからほとんどがねこういうその海が見えるところなんですよ。ああそうなんだ。そうなんです。仲間が来るの待ってる。待ってるんですよ絶対。いつその収集隊は決まってないんですか。決まってないです。これはこれのレポートを厚労省に上げて厚労省が予定してますから多分8月か早くてそのぐらいです。うん、まあ、雨季は彼らも避けたがるんで、うん、10月ぐらいになるかもしれない。まあ、法的な問題なんでしょうけど手間ですね。だから ね、 すごい手間ですね。すごい手間です。 あそこなんかの上に日本軍の基地があったみたいだね昔ね。そ、うん、この先に洞窟があるみたいな。あそこ分かる。あそこのさ袋に入ってるんだけど人骨だらけだね。おすごい数だね。本当この洞窟のそこに一箇所にね相当一箇所に埋まってたみたいなんだけど、これパッと見た感じこれだけでどんなもんですか。いやこれは袋も入れて100と言ってもいいぐらいの数じゃないですかね。ぐらいですか。うん、集団自決の可能性もありますね。集団自決バトルレン。あ、手榴弾があるわ。手榴弾がある。バクソルン。この手榴弾があるってことはもう日本でほぼ間違いないってことだから。そうだよね。まあそれほどだよね。ゲリラ持ってないもんね。朝見後国会空洞一切空役者立志新無経験無経験後量がすごいな。敵弾頭ってやつがあってそれで飛ばすんだよ、ね、これって地元の人が一生懸命やってくれてるわけじゃない。だから本当ねこれこの上をピン抜いてドンってやったらドンって声やめてなきゃいけないしね。だから本当やってもらうからにはどういう形でねお願いするかっていう、ね、そのシステムだよね。でなんでこれを、ね、置いてかかないといけないんですか。うん、そうなんですよね。あ、仲間で詰まってる。ここらはちょっと真剣に大発掘調査団を持ってこんと無理。ほら、まあ、全部船やもんこれ。全部船。はいはい。いや、積んでください。いや、もう一段ぐらい。高くして。ええ、もう一段ぐらい。はい、みんなそれぞれヤグラの。はじめまして、野口さんと申します。国のために亡くなっていった人たちが日本に帰ってくるときにどういうふうに出迎えがあるんだろうかと。要するに、まあ、野球で勝ちましてね、で確かにあれあれですごく立派なことだし、素晴らしいことだと思いますけども、そっちがバーッとなって、で国のために亡くなっていった人たちがシーンとなったまま帰ってくるのはしんどいなというのが非常にそこ飛行機の中で不安だったんですけども、正直着きましたら多くの方がいらしていて、またマスコミの方もそうですけど、非常にあの光景にほっとしてですね、あやっとこう晴れて帰ってこれたんだなという思いが非常に強かったです。海岸ではかなり、まあ、
やっと調査から収集を行えて日本に持って帰ってこれて、で今日なんでね、だからまあ僕の中ではこの一つのね、このなんだろうな、ゴール一つのね、まあ決意新たにというとこかな、うん、やっぱしね、この遺骨の問題は決意の問題だと思うね、うん、何がでも日本に返すんだっていうね、決意があるかないか、決意がなければね、いくらでもこの収集しない、いや持ち帰らない理屈っていうのはね、いくらでもつけれる理屈って理由かな、うん、でもね、何がでも持ち帰るんだって思いがあるよね、必ず持ち帰ってくれるわけだから、という思いを新たにしながら8月フィリピン行ってまいります。